はい、えー、どうも。こん、こんにちにゃんこ。高くチャンネルの高くです。ただいま、2022年の10月22日、12時16分です。はい、どうも。えーと、突然ですね、放送、今日土曜日なんですが、えー、イギリスの通貨発行券のことを調べてたんだよね。それでちょっと不思議だったので、結論から言うと、 イギリスの通貨発行は、えー、中央銀行だけではなくてスコットランド銀行だとかその他大きな7つのぐらいの銀行がそれぞれにポンドを発行しているということが分かってあそうなんだと思ってすごいびっくりしましたただし国際的に、えーまあ、通用するのはイングランド銀行のポンドだけだと。 その代わり国内だとそのスコットランド銀行だとか他の銀行の発行したポンドも自由に1対1でえていうのえ交換できるみたいなそう,そうなんだと思ってあの非常にびっくりしたので今配信してますでなんでえ <laughs> 私がイギリスの通貨発行権について勉強しようと思ったのかというと最近イギリスの えー、誰だっけあの首相がですね45日という史上最年最短で辞めちゃったとなんかボロボロになったということで、えー、すごいよねちょっとびっくりしました、えー、でそれでポンドが暴落したと、えーまあ、税金をね減額するという公約をしようと思ったら、えー 世界中から批判合々で、えー、ポンドが暴落したと国債の金利も上がったということだったのよ。で私は、えー、経済学者であり経済産業省の役人である中野武先生が日本切手の経済学者だと私は思っているので。 えー、彼の論からすると、えー、通貨発行権を持っている、えー、まあ、技通貨ね、国際的に、えー、信用がね、あるような、えー、通貨発行権がある国においては、その国建てのお通貨発行をする限りにおいて、いくら発行しても、えー、それは問題ないと。お金をいくら吸って発行しても問題ないんだと。 ただし、その国の税金を支払う人の税金の能力、税金を支払う能力、労働力とか生産力に応じて発行しないとインフレが進んで大変なことになるから、その調整弁として税金が必要だと。まあそういう認識でこれが正しいと思っていたんですね。なのでそれを聞いてたわけなんですけど、イギリスも 通貨発行権を持っていて、さ、え、ら、ー、に世界的にポンドは、うんものすごくね、えー、有用じゃないポ。ポンド建てとかね、そういうのってあるでしょ。そのポンドが、えー、税金減税するだけでこれだけ売り込まれるというのはちょっと不思議だなと思って、ちょっと調べたと。 そしたら、イギリスの通貨発行権は、イギリスの中央銀行だけではなくて、9, 9個ぐらいの、うん、有力な銀行、スコットランド銀行やアイルランド銀行などを始めたというのが、ちょっとね、私はびっくりしました、えー。そうなんだと。知らなかったなと。日本は、日本銀行のみが日本銀行券を発行しますから、確かアメリカもアメリカドルだけ。 だけど、このまま、このイギリスの例を見るとさ、これからのアメリカなんかテキサスで、テキサスドルとかね、やりそうだよね、これも。多分、テキサスドルとか作っちゃって、テキサスの方で流通し,して、国際的なドルと1対1の交換で、みたいな、ありそうだよね、みたいな。日本でもね、九州円だとか、北海道円だとかね、 まあなんか沖縄なんかやりそうだよね。ということで、えー、世界の中心だったイギリスにおいて、イギリスのポンドはイギリス中央銀行だけが発行しているものじゃないというのは、ちょっと私にとっては非常に、あのー、びっくりしたということで、皆さんに共有しようと思いました。で、えー、ポンドが暴落しているというか、イギリスがめちゃくちゃになっている。 っていうのはあ、多分エリザベス女王が死んだということが、まあ、最もあ,のあり得るかなと私は思ってて、じゃあなんでエリザベス女王が死んだら、イギリスがボロボロになるかと言ったら、エリザベス女王とか、えー、イギリスの王室が持っている違い法権、タックスヘイブンだとか、その他諸々の特権が、 効、えー、かなくなった女王が死んだことで、えー、その特権がほぼ無効化する流れなんではないかなっていうのが私の見立てですよく考えてみたらイギリスポンドって偉そうにしてるけどイギリスの主要な産業とかなんかあるんですかね <laughs> 007とみたいな あとなんかなんとかマーチンみたいな車とみたいなでも世界中でイギリスがイギリス製品で欲しがるものってなんかあるんですかねと言ったらないですよね工業品とかも半導体も作ってないし世界に冠たる、えー、ネットサービスだとかもないイギリスにはほぼない聞いたことないあるなら教えてほしいけどないにもかかわらず イギリスポンドが強いとそれなぜかといったら金融取引とかいうなんか得体のひれないものですよねそのロンドンシティ、まあ、シティっていうのかなあ,のあそこら辺を中心に何でか右から左へやるようなビジネスでこのイギリスのポンドというのは今まで持ってたとでその裏にあるのは違い保権の無税国家のタックスヘイブンのところと で、それなぜできるかというと、女王、エリザベス女王の権威だとか、まあそういったことなのかな、と思いました。はい。ちょっとイギリスのね、この通貨発行権と銀行に関しては、結構根が深いというか、えー、世界の、こうなんか動きというか、それの根幹にあるような気がするので、これからもちょっと勉強していきたいなと思ってるところです。まあね、 ディ、えー、ープステートだとか、えー、資本家だとかいう分 <laughs> かりやすい言葉で、えー、そいつらからそいつらがいるから世界は終わってるんだあいつらから権力を奪い返せえみたいな、まあ、中二中二ぐらいの感じで俺も行ければ楽なんだけどなんかそういうディープステートが全てを支配しててユダヤ菌がユダヤ菌いう。 なんとかがーとか資本家の犬たちがーとかなんかそういうなんかそういう固定なんつうの固有名詞じゃないなんかざっくりとしたイメージで敵を作ってえそこがおかしいんだっていうのはまあ事の本質にならないよねっていうことでえまああいつらがねえ言いそうなのって多分 ニューヨークのウォールストリートだとか、ロンドンのシティだとか、あそこら辺を牛耳ってる、まあ、あの金融取引とかで儲けてる人たち、プラスアルファだと思うので、まあ、そこら辺のことも、ちょっともう一回勉強しようかなと思っております。ちょっと、えー、皆さんにこのことをちょっとシェアしたいなと思ったので、えー ラジオで失礼しますはいそれじゃあまた